拓郎さんが面白かったドラマって昔でいうとどんなドラマですか俺ドラマは見ないの見なかった奥さんでないと見ないうんそれからあの民放とかでやってるトレンディードラマから昔のトレンディーから今でもやってるは行ってる「相棒」とかさああ見ないですね全然見てないんだよソムニとかああそうそんなそれから福山がやってすごい当たった あんたガリレオか昔の「時間ですよ」とかはどうですか見てないあ見てないんですか見てないあの頃は見てたな僕「時間ですよ」とか「太陽にほえろ」とか見てないあ見てないドラマ興味ないんだけどそうじゃなくてはいりもの何がヒットする要素なんだっていうのを坂崎に述べてもらいたいと述べてもらいたいちょっとお茶飲んでからはい20時以内ですかそんな短いじゃ難しいですけど何が流行ってるか それはだからお若い人に焦点を合わせるか今4050代に合わせろって言いますよねあの流行り物流行らせるものは売れるものは4050代の層に合わせろっていうことをよく聞くんですけど,どうもそこも僕もよく分かんないですねうん若い人にはあんまり受けてるっていうのははっきりしないんですよね売れてる商品とかドラマとかっていうのは。 テレビ大体見ないんですって若いい方々見ないって言いながらすごい見てるわけじゃんまちゃんとかやっぱあまちゃんの層ってでも10代20代ですかね若いやつも見てるでしょう2二3 0代もまあまあ見てる 面白い番組でね上から天の声でディレクターがしゃべりにって参加してくるっていう <laughs> だったらここ入ってしゃべるっだったらここで言えよっていう <laughs> 天,の天の声みたいにれよっどっかから聞こえてくるんだよな、うん、分かんないんですよ僕も実はそれは分かんないさんずっとそれを最近考えて悩んでるんですよ今ね俺あの次のアルバムでね何が受けるかいや次のアルバムはちょっといろんな企画があってはい あの曲目は出そろったり、ええ、新曲を何曲か入れようと思ってるんだけど、ええ、まあそういう時にこう音楽のことをこう考えながら。うん、何が 何を俺は歌えばいいんだろうとかいうのが、ね、今もこう、詩を見てて、はい、AKB を見てたんだけど、<laughs> 分かんなくなっちゃったんだよ。<laughs> それ AKB 見たら分かるわけないじゃないですか、タクロん。だって書いてるやつは秋元だよ。<笑><笑>秋元はそんなにその若,<や>若者じゃないんだから。いやでも秋元氏は、この AKB に合う詩はやっぱ書いてるわけですよね、きっと。彼女らの。合ってるか彼女らのキャラクターに。そうか。そ,そうですやっぱ吉田拓郎は吉田拓郎に合ってる。 うん、詩を歌えばいいんじゃないですか、うん、そう泉谷さんがカバー出,す出したんですよ昭和の歌のあそうなのあさってでいいですかそれは面白いなはどういや僕はどうなのかなと思いましたけどいや俺昭和の,の昭和の歌のカバーをする気はないもん俺には全然「ソエモンチョブルース」10曲入れてもしょうがないですもんねないですね、うん なんだろうそれを悩んでずっと浮かない、浮かないかもしれな浮かないよ。今、このところ。今、浮かないですよ、ちょっと。俺はね、今週は浮かないよ。そうですかうん。だから今週は、あの、いろんな歌を歌おうかなっていうような気分になってないなってないんだ。うん。なんか、付き合いきれないのよ。ああ、今の歌に。なんかね。ウォーキン・ザ・バルコニーみたいな歌もダメですかダメだな、全く。ダメです。全然、なんかな、はい。わかんねえな頭が混乱してるな、今。そうですか。うん。 吉田卓郎の世界を自分で信じて言ってもダメですかそういうことじゃないんだよね<え>そういうものじゃないんですか